カルフールは、フランスパリ近郊ブローニュイコールビアンクールに、グループ本社を置き、世界各地にスーパーマーケットチェーンを展開する、小売企業。取締役会長は、アモーリッドソズ。代表執行役は、ラーオロフソン。スーパーマーケット本社は、マシーにある。カルフールとは、フランス語で、交差点を意味する。店内には、オートウォークと呼ばれるスロープ方式のエスカレーターがあり。 インラインスケートを履く案内係がいる。1958年にマルセル・フルニエラがアヌシーで創業する。世界で初めてスーパーマーケットと百貨店を結合したハイパーマーケットの概念を導入し、1963年にパリ近郊に最初のハイパーマーケット店を出店、1976年には50種類の食料品を ブランド最低価格で販売することを宣言する。1999年にフランスのスーパーマーケットプロモデスを合併するほか、2005年には同じくフランスの大手スーパーシャンピオンを買収する。2018年6月、グーグルとの提携により、同社のプラットフォームを利用した生鮮食料品の販売を世界で初めて行うことを発表した。EU 各国のほか、 ブラジル、ルーマニア、北米、アジアにも店舗展開する。台湾では、統一企業との合弁企業である、台湾や、楽福古墳有原講師が、家、楽福の名称で、台北、台中、台南、高尾、桃園、南投げなどを中心に100店舗町を展開している。他、2020年には、香港系のデイリーファーム、牛内国際から、 参加の頂きよしみとジェイソンズマーケットプレイスを買収した。インドネシアにも店舗展開する。東南アジアではタイ、マレーシア、シンガポールにも進出していたが撤退した。韓国にも進出するが2006年に中堅流通の E ランドグループへ売却され、ホームウェバーに解消されたが、後にサムスンテスコに買収され、全店舗がホームプラスに転換された。 コロンビアでは2012年10月18日に現地法人をセンコスッ社に売却して撤退。センコスッ社はブランド名をジャンボに衣替えしたことから同地域でのカルフールブランドは消滅した。カルフール幕張2000年日本での事業展開を見据えたカルフールジャパン株式会社を設立し出店を実施。その後2005年3月10日 業績悪化を理由に同社をイオンに売却。カルフールジャパンはイオンマルシに称号変更。カルフールブランドの継続展開を同社と提携し、5年間は引き続きカルフールとして展開していた。店舗名称使用ライセンス契約の期間満了である2010年3月9日をもって日本におけるカルフールブランドは消滅。翌日の3月10日に 店舗名称をイオンに変更した。なお、イオンマルシェは2010年12月1日にイオンリテールに吸収合併されて消滅した。マレーシアでも同年10月31日に現地法人をイオングループのイオンマレーシアに売却。イオンマレーシアは現地法人名称をカルフールからイオンビッグマレーシアに変更し、店舗名もイオンビッグに変更。マレーシアにおける カルフールブランドは消滅した。大連市工画露店での抗議活動中華人民共和国では1995年に外資系スーパーとして初進出。家福の名称で北京、上海、天津、鎮太を広州、大連などで展開している。2008年にチベット騒動を武力鎮圧した中国を避難した欧米各国の中で、 フランスのサルコジ大統領が中国を非難した発言が報道される。この報道を受け、カルフールで買うのはやめようという内容や、5月1日に全国のカルフールで生産せずに品物を持ち去ったり、店内を破壊したりすることを進める内容の携帯電話を用いたメールが配布され、カルフール不買運動が起きる。店の前で抗議し、 大型トラックが置かれ客入りを阻止したりする動きが中国各地で起きた。しかし、四川大地震の際にカルフールが四川大地震への義援金を拒出したことで騒動は沈静化を見せた。なお、不買運動の原因にはカルフールの大株主であるルイ・ヴィトン社がチベット独立派を支持して多額な資金援助を行ってきたとする報道があったこともあるとされるがルイ・ヴィトン社は これを否定する。2012年9月、中国での日本政府による尖閣諸島国有化に抗議する反日デモ激化を受け、中国店舗では日本製品の撤去を開始した。8月のアナリスト向け説明会において、ジョルジュプラサ最高経営責任者は、フランス、ブラジル、中国等の主要市場へ注力する方針を表明している。2019年6月23日、 ラオックスを買収した中国の家電量販店大手のソネー電気グループに売却し中国市場から撤退することを決めた。ありがとうございます。